ディクトって依存症のことじゃなかった？病気の人たちっていうことですよね。誘惑に弱い人たちってことじゃん。気持ちいいからやめられないでしょ。アディクトゴスペルの会リカバリー。私たちは依存症患者で構成されたゴスペルグループです。緊張すぎてお酒飲みたい。私も景気づけにうちに行こうかな。コンサートの後告白する計画らしいっすよ。アディクトゴスペルコンサートっていうのをやるんですけど。速報です。歌手の大和涼容疑者が覚醒剤と大麻を所持していたとして現行犯で逮捕されました。大和さん来ないってどういうことですか？いいよね、芸能人は逮捕されてもさ、こうやって復活できるんだからさ。もう自分じゃどうにもできないわよ。やめたい、やめたい。助けて。寂しくって苦しくって、未来には絶望しかなくって死ぬことばっかり考えてた。あなたたち人生で一回も間違ったことないんですか？そんなこと